リーダーシップ論、分かってるけどできない、これ行動ですね。これ自分を動かすわけです。分かってるけどなかなかできないのが行動ですね。これ自分を動かすわけ。そうですね。今度はできてるけど分からない、これ教育です。これ他人を動かそうとした時です。自分はできてるけど、ね、なぜできてるのか分からない。だから天才は良き指導者にはなりにくいというじゃないですか。なぜかって自分がなぜできてるかよく分かってないんです。だから教えきれないんですね。ですから、実はですね、私はこんな話を、なんていうかな、こういう元で実は動いてないんです。これは皆様に話すために作っただけです。わかりますかね。どっちかというと私ね、感覚なんです、本当は。感覚でやるわけです。感覚でやるから、実は分かってなかったんです、全然。自分では結構できてたんですけど、なぜできてるか全然分かってなかった。だから教育が下手だったんです。で、ここも、克服しなきゃいけないんで、なぜ俺がでこういうことをやってきたんだろうっていうことを紐解いていって作ったんですね、実はね、こういったことをね。で、その2ね、リーダーシップは何から始めるか。必要不必要というのがこう入り乱れる。まずこれを整理整頓する。整理整頓というのは必要なものを直し捨てて必要なものだけ残すということ。まあ、不必要なものをなくしてしまって必要なものだけ残していくという、これが整理整頓ですよと。リーダーシップで、リーダーシップで、まあ、大切なものですね、コミュニケーションですね。コミュニケーションって、まあ、コミュニケーション上手下手っていろいろあると思うんですけれども、例えば話、コミュニケーションっていうのは話をすることでしょうか、それとも聞くことでしょうか、どっちでしょうか。どっち、聞くこと。実はですね、これどっちでもないんですね、はい、コミュニケーションは言葉や行動で成り立っていないんです、はい、例えば話が伝わらないのは話し方が悪いのか聞き方が悪いのかどっちでしょうか、ちょっとどっちでもないんです。話が伝わらないのはなぜかというと、実は理解しようと思っていないからです。わかりますか、ね、言葉は真理で成り立っているんです。つまり自分が理解しようと思ってないのに、いかに上手に話そうか聞こうか、コミュニケーションは成立しないということです。自分の思いは伝わらないということです。だからいくらコミュニケーションを取ろうって、ね、信頼関係作ろうと思っても、相手のことを 理解しようと思ってなかったら、コミュニケーションは伝わできませんよと。そこを理解できませんよということです。だからあれじゃないですか、口数も少なくてね、 そんな話も上手じゃなくて、でもなんとなくこう理解されているような気にさせる人っているじゃないですか。なぜかってその人のことを理解しようって思ってるからですよ、多分、うん、あの言葉ではいいこと言っても、じゃがあったら全てじゃが伝わるって言うでしょ。すごいねって言っても本当に思ってなかったら、思ってないよって聞こえるってね、それと一緒ですよね、真理っていう。でマザー・テレサが言ってますね、愛の反対は無関心ですっていう、ね、関心を持つことが重要ですよということです。つまりそれが愛ですよということですね。要は愛の反対が無関心だったら関心を持てばいいんです。それが愛でしょ。その人に関心を持つ、これね難しいんですよ。あのこれはですね、文明の弊害が生まれてますよね。あの面白くない映画を見れるという人見れないですよね。だけど皆さん知らず知らずの間に楽しいものしか見れなくなってるんですよ。面白いもの、ためになるものしか見れないんです。だからそういう人の話は聞ける、でもそうじゃない人たちの話は聞けない。ところが社員はどっちの人ですかっていうことです。上手に話せますか、社員さん上手に聞けますかって。どちらかというとそういうのが苦手、自分よりも少し若干苦手な人たちが多いんじゃないですかね。
だから関心を示さないんじゃないですかっていう、ね、実は、ね、昔はね、あの自分よりレベルが低い人と付き合ったら何のためにもならない、嘘です。こういう人ほど自分のためになります。本当にその人に関心を示して理解をしようと努めたらですよ。上の人は話楽しいから一緒にいたらやっぱりいろいろね、ためになることいっぱいいただけるから楽しいんですよ、一緒にと。実はただ怖がってるだけで、こんな自分で大丈夫だろうかって自分の中のコンプレックスをさせてるだけで、でも本当に重要なのはね、末端の人たちからどれだけの気づきをいただけるかですよね。ここがね、一番難しいっていうね。